おはようございます。今から風呂を入ってそれ準備していきましょはい、おはようございます。今日はですね、僕の愛しのハニーちゃん、嫁蔵さんがですね、韓国から帰ってくる日で、韓国は何しに行ってたんかって言ったら、なんか遊びに行っておりました。友達と遊びに行ってて帰ってくるっていう日で、そんな一日の平凡な一日撮りたいなと思います。今日はちなみにゴミ出しはありません。ゴミの日じゃないんですよ。ゴミの日にね、絞ってやろうと思ったら、ゴミの日はね、大体どっか出かけたりしてるから申し訳ないんです。すいません、行きます。レビュー動画はね、マイクのこの準備して、もうマイクもあったから、あとは今からね、髪の毛ちょっとセットして、レビューを撮っていきたいなと思います。今日はワークマンの動画。今現在10時4分なんで、今からまあ3本ぐらい撮って、もう今日は撮影終わり、みたいな。1週間だいたい僕4本しか出さないので、まあ1日か2日でもう1週間分は撮り終わるんですけど、まあ来週用のストックとか、もっと言うたら3週間分ぐらいストックあるので、まあその先のストックをね、撮っとこうかなっていうことで撮っていきたいなと思います。はい、そしたらね、今から撮影していくんですけど、先にメンバーシップの動画から撮りたいなと思います。はい、皆さんメンバーシップの皆さんありがとうございますということで、お久しぶりです。すみません、だいぶ2週間か3週間ぶりぐらい、あんま期待されたら困るんですけど、まあ、そんな感じで嫁蔵もちょっと出そうと思ってるんで、楽しみにしててくださいということで以上になっています。ありがとうございました。撮影が終わりました。そしたらこの後はデータを入れて、今から、スタッフの人に送って編集してもらうっていう感じです。だいたいね、次の日とか2日後ぐらいにはもう動画出来上がってるっていう感じで、どんどんメンバーシップの人に見てもらう感じなんで、どんどん今から送っていきます。昼飯、昼飯。血糖値を上げないためにまずサラダから食べて、パスタはタンパク質がありますしね、チキンを食べたらよりタンパク質があるということで、この後ジム行くので、それまでにまず栄養補給行きましょう。では、ただいまの時刻1時、もう今日仕事おしまい。ほら、アレックさんもね、喋ってますわ。これ午後の部分も頑張りましょう言ってくれますけど、もう午後も頑張りません。今からジム行って、久々に1回4日ぶりに嫁で会いたいなと思いますので、自宅で家、嫁と会うんですけど、ジム行ってから帰ります。
はい、スーダ帰ってきました。今から嫁蔵と3日ぶりの対面です。どんな感じか。タイマー。タイマー、今。あ、どうつってた。え。撮っちゃってた。こんな格好撮っちゃってた。はい、それではジム行ってきました。風呂だけですけどね、行ってきて、マブダチが僕3人いてるんですけど、今日3人とも会いました。ひそぴそやなって言われて、最近筋トレしたんやろって言われてね、いやちょっとエニタイム行っててって言って、あ、そうなんかって言われて、また来週からまたこう着きますわって言ってるんですけど、まあマブダチとも風呂でね、裸でスッパーがね話ずっとしとって、で1人と喋ってたと思ったら次2人目が来て2人と喋ってて、で2人目終わったら次3人目来て、まあ、3人目はサクッと挨拶だけしただけですけど、まあ僕の友達ね、76歳81歳80何歳かっていう感じで、3人のマブたちと今日は会ってきました。今から帰って嫁蔵の作るご飯食べます。Nothing could break us, but oh.